皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は10月14日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。ヨウタはユイが不良グループに絡まれていると勘違いしているんでしょうね。ギャルたちのことを不良だと感じていたのは実はユイも同じで、でも彼女たちと関わり寄り添うことで違うことに気がつきました。第1週を見ていた視聴者の SNS でも、あんな不良たちの仲間になるのって書き込みがたくさんありましたが、ギャルイコール不良ではないという認識が必要なんですよね。派手な格好をしていて人とは違う感性を持っているかもしれませんが、ハギャレンの彼女たちは不良でも悪人でもないんですよね。ヨウタの勘違いを通して視聴者にそれを再確認させる、すごく丁寧な構成です。先週は愛ゆえに過保護になってしまうお父さんの姿が描かれましたが、今週は愛ゆえに俺が守ると少年漫画の主人公になってしまう幼馴染ヨウタが描かれるんですね。このお父さんとヨウタの対比はユイに何かを気づかせてくれるきっかけになるのかもしれませんね。確かに当時の女子高生なら浜崎あゆみの曲のサビなんて誰でも歌えそうなものですが、米田家のテレビのチャンネル選択権は栄吉が握っているんですよね。だからいわゆる流行のアーティストが出る音楽番組なんて見ない。もしかしたらギャルを嫌うマサトがそういったものをユイに見せないようにしている可能性もありますよね。今作のヒロインは食べるの大好きみたいなイメージを放送前は勝手に想像してたけど、自分には何にもない、後から失うくらいなら何もいらないという闇を抱えた無気力系現代っ子でした。なくした経験のある大人になりかけの子供たちの気持ちが丁寧に描かれてるなって感じます。将来の夢を笑顔で語るハギャレンたち、いずれもすごく難易度が高そうなものでしたね。でも何でしょうね、ドラマだからというのを差し引いても彼女たちなら叶えてしまいそうな雰囲気に包まれていました。結局のところ夢を叶える人っていうのは他人の意見に左右されすぎない己の道を突き進める人だと思うんですが、周りから好奇の目にさらされようと自分たちの好きを貫く彼女たちはすでにその素養があるんですよね。物語の後半、もしかしたら現代である2024年が描かれ、夢を叶えたハギャレンメンバーとユイが再会する流れがあるのかも。うん、すごく楽しみ。何でもいいからとりあえず社長と明るく答えるルーリー、コミカルなシーンに見えて実はすごいメッセージが含まれていますよね。仕事に忙しくて自分を構ってくれない両親がいて、彼女はずっと孤独を感じていましたが、両親の仕事に対する思いを否定することはありませんでした。実は仕事に没頭する大人をかっこいいとすら感じていて、自分も将来はそんな風にバリバリ仕事がしたい、そしていつか社長になりたいという彼女の決意表明だと感じるんですよね。学校ではギャルの姿を隠し通し優等生なリサポン、家でも自分がギャルであることを秘密にしている様子だし、やはり家庭環境が気になる。平日は勉強が忙しくてパラパラの練習時間が取れないのかも。ユイだけではなくリサポンもまた縛られているものがありそうです。彼女のギャルへの憧れはただ好きというレベルを超えて信仰めいた感じもしますよね。浜崎あゆみに救いを感じているなど、とにかく自由なマインドを持つという部分に惹かれているのかも。米田家はゆいちゃんが後を継いでくれるから安泰
女は無能力者だった時代からそんな風に言ってもらえる時代になるなんてと感慨に浸っていたら、神戸に戻るか戻らないか、どちらにせよ私やゆいの気持ちをちゃんと聞けという愛子さんからのお言葉、旦那の勝手を許さない強い女性、個人を尊重する愛子さんが大好き。ゆいの希望を聞いてないと母が父を責める会話があったけど、陽太も家族もゆいの希望を聞かずに良かれと思って行動している。ゆいが今まで発した希望は唯一パラパラを教えてで、それに対して希望したのに練習してないのは筋が通ってないといったたまっちはとても正しい怒り方だと思う。マサトの友人である公平が糸島の農業の未来を嘆き、ゆいちゃんがいるから安泰と言っていたけど、まさかマサトが農業を辞めたいと考えているなんて夢にも思っていない様子でしたね。ヒロインの親が農業に誇りを持っているというわけではなく、辞めたいと考えている朝ドラ、時代の流れを感じますね。ルーリーの話し方というか声質がまさに約20年前のギャルそのものって感じですが、朝ドラ放送後の平野レミさんの番組にゲスト出演したミリチャムさんの素の声を聞いて驚きました。劇中と全然違うんですね。ミリチャムさんは令和のギャルだと聞いていたので、そのまんまで演じていると思ってましたが、完全にお芝居だったとは、末恐ろしい。ゆいが加山雄三を歌うって聞いて、誰一人誰とか否定しないのがすごくいい。人と変わっていることを拒まずに受け入れ、面白いと笑えるハギャレンたちの人間力が高すぎる。素敵すぎるだろう、ハギャレンメンバー。ギャルの気持ちに寄り添ってみようと、みんながカラオケで歌っていた浜崎あゆみさんのボーイズ&ガールズの歌詞を検索して読んでみました。未来を信じて動き始めようという非常にポジティブな歌詞なんですが、同時に孤独や弱さと向き合っていくことも語られていて、先週のルーリーやスズリンたちの気持ちがそのまま綴られているなぁと感じました。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。